はいどうもこんにちは、ザワと申します。冬キス体験版実況続きの方をやっていくんですけれども、ちょっとオープニングねカットしましたっていうのもまあオープニングも公式であるからさ、なんかそっちの方見てほしいなということで、まあちょっと俺の方ではね、カットさせてもらいますということで、じゃあ終わったところからですね見ていきたいなと思います。はい、ちょっと噛んだうわー、朝になるのが早すぎる。でも今日頑張ったら土日だから休みだから頑張れ俺いやもう朝に弱いタイプだな。わざわざつぶやくのはそれで眠気が覚めるからなのだけど、部屋があまり寒くて、あまりに寒くてやっぱりあと5分なんて思ってしまう。そのまま再び睡魔に身を委ねようとしていた時、スマホの着信音が鳴ったで委ねようとしてどうすんだよ。朝から誰だ、また友人たちの誰かが変な連絡を送ってきたんだろうと思いつつ、まぶたをこすりながら画面を見てみた。おおこれは SMS か。おはようございます、このメッセージで起こしてしまったらすみません。あ、この間の SMS を送ってきた人からだ。この前、ラ・ネージュ・ブロンシュというスイーツカフェさんへ、カフェさんへ行ってきました。おー。え、でも、やっぱ、まあ、近くの人というか知ってる人だよね。もう確実になんか、このラ・ネージュ・ブロンシュってあれでしょ、カンナさん、四つ木カンナさんがバイトしてるとこだよね、確か。一人で行くには怖いところですが、頑張りました。頑張った、どういうことだ。ラ・ネージュ・ブロンシュって確か駅前のショッピングモールにあるスイーツカフェだよな。ああいう賑やかなところへ一人行くのは女子でも男子でも気合というか勇気がいるかもしれない。ん？あの店ってチェーン店じゃなかったはず。つまりこの街のモールにしかない。もう、もうなんかね、いろいろと狭まってきますよ、そうなると。てことは、このメッセージの送り主は、この辺りに住んでいる？めっちゃ抹茶パフェという、すごいね。めっちゃ抹茶なんだろうね。うん。っていうのを注文しました。美味しかったです。おー、それ見てみたいな。めっちゃ、なんかすごい一方的に来るね。ぐわー来るね。今朝は雪が降っていますね。足の裏全体を路面につけるように歩くと、滑りにくいそうです。ああそうですか、気をつけて投稿してくださいね。それではなんかさ、これだけ見てるとすげえヤンデレみたいな感じにちょっと見えちゃうんだけど、どんな感じなんだろうな。この辺りに住んでいるのかというか、メッセージっていうより日記っぽい内容だなこれ。誰が何の目的で送ってきてるのか、返事を出そうかな。でも出すとしたらなんて書けばいいのかわからないし、そもそも誰が送ってきたのかわからない状態で返事を考えるのは難しい。まあそうだよね。逆に返事したらちょっと相手の逆鱗に触れる可能性もあるかもしれないからな。ちょっと怖いよな。何がこう相手の沸点になるかわからないという。考えている間にどんどん時間が過ぎていくので、ひとまず後回しにして着替えることにした。休み時間になると、四つ木たちがダダッとやってきて、ミカサさんを質問攻めにしていた。いやだろうな。お。いやーもう、変われば変わるもんだね、ユキリン。なんか、オーラがあるよね。オーラが。そう？でも確かにな。前の、ね、一瞬、あれは、シャープ1か？前のさ、ちょっと地味な方出てきたけど、やっぱ、本当に違うからね。何度見てもって感じだよね。ミカサさんは恐縮しながらうつむいた。でもさ、突然どうしたの？はあ！もしかして好きな人でもできた？お、ビンゴか。え、当たり？じゃあ逆？失恋したとか？おお、なんかちょっと確信をつかれた感じだな。恋愛トークに気をされてミカサさんがテンパってしまった。慌ててるユキリン、かわいい。おっしゃー、じゃあ俺も俺も参加だっつってね。おっぱい大きい。お、
ナイス。神田さん、いい情報ありがとう。大きな声でそういうことは。やっぱり大きいんだな。あ、ごめんごめん。そこで男子が聞いてるもんね。俺以外にも聞き耳を立てている男子連中が近くにいる。しかし、世継ぎに指摘されて気まずそうにしながら散っていった。その効果を狙っていたのならすごいけれど、多分天然だ。前のユキリンは猫背だったから分かんなかったよ。そんなに大きいなんて。そっか、髪型とメイクだけじゃなくて姿勢も矯正したんだ。いやでも相当努力したんだろうな。何があったんだろうね、そんなにね。でも気を抜くとすぐ猫背に戻っちゃうんです。わかる、俺もそうです。やっぱね、こう姿勢良くした方が健康にもいいからさ、よくしないとっつってこう思い立ってするんだけど、やっぱこうスマホ触ってるとね、なんかだんだん猫背になっちゃうんだよな。よーし、じゃあもしユキリンが猫背になってたら、私が背中ツンツンしてあげるよ。そしたら、ドヒャってびっくりして背筋が伸びるよ。それは名案ですね。ぜひお願いします。それ受け入れるんだな。それはいい提案なんだ。ものすごく真剣な表情でミカサさんが四つ木に何度も頭を下げた。このくらいお安いご用。みんなで頑張って可愛い女の子を目指していこうね。でさ、どうしてイメチェンしたの？お、ついてくるね。それは私も気になっちゃうな。少しだけ悩んだ後、ミカサさんはゆっくりと口を開いた。あ、話してくれんだね。私、何でも悪い方に考えちゃうんです。うじうじしてて引っ込み思案で、そんな自分が嫌いで、だから自分を変えたかったんです。ミカサさんはうつむきながら絞り出すように言葉にした。あれ、四つ木さんは？ん？ツンツン。どうした？何その、相手の視界から消えてみたいな。ユキリン、今猫背になってたぞ。おお、早速か。すみません。せっかくおっぱい大きいんだから、うん、見せつけるくらいの姿勢でいこうよ。そうだな、確かにな。男性目線。見せつけるのはちょっと。強調しすぎると男子がガン見してくるじゃん。おお、このクラスメイト B もそういう経験があるという話口調なんでしょうかね。だとしたらちょっと大きそうだな、この子も。平気平気、見せつけとけばいいよ。そんなに見てくるものなのですか？お、ユキリは男子の視線とか感じない派？まあ、今までが今までだったんだろうからな。私、影が薄いので視線とか感じたことないです。ほら、周り見てみて。はい。キョトンとしながらミカサさんが辺りを見回した。いつの間にか戻ってきていた男子連中が。何なんだよ。なんだその、あ、大丈夫そうなの、よし戻ろうっつって、再び知らない顔して散っていった。何がしたいんだ、ドリフターって。ほら、男子がチラチラっとこっちを見てたでしょ。四つ木さんたちを見てたんじゃないでしょうか。そんなことない、ない。可愛くなってユキリンを見てたんだよ。獲物を狙うハイエナのような目で、クヘヘヘって。そんなヤバいやつらなのか。え、でもさ、結構彼女持ちが多いんでしょ。でも案外、まあだから逆に、そうか、今まで地味だった子がこんなに綺麗になったから、とかちょっとチャンスだぞみたいな感じなのかな。男子の視線には鈍感な方が得じゃない？おお、それもそっか。確かにな。あとね、私のことは名前で呼んでほしいな。カンナさん。あ、今のなんかさ、カンナさんって言いながらこう横にこうふーってふる、こう振る感じ、いいですね。さん付け、でもいいか、ユキリンらしいし。一緒にいた他の女子も自分が望む呼び方をミカサさんに伝えて、まるで今日出会ったばかりの友達みたいな会話をしていた。なるほど、なんだか微笑ましいな、なんて思いながらチラチラ見ているとミカサさんと目が合った。あ、さっきからずっと聞き耳を立ててるタッキーにユキリンがやっと気づいたね。そしてそれを最初から分かっているカンナさん。
多分カンナさんはこうタッキーに向けてな、ちょっと釜をかけながらやってたのかな。聞いてないけど、隣だから聞こえてくるんだよ。それは嘘だけど。うわーうわあもう妹だともうすぐわかるね。もうこの感情の動きがさ、そっか、もうこういう感じでわかりやすいな。タッキーはさ、ユキリンのイメチェンどう思う？めちゃくちゃ可愛いと思う。ほっと湯気が出そうなくらいミカサさんが真っ赤になった。で、本人にも伝えた。昨日。もしかして、ユキリンだってことに最初は気づいてなかったり？まあ、そうだけど。まあ、私たちもだけど、あははまあな。いいね、このテンションの高さ。攻略して。カンナさん攻略してよ。でもオープニングにはね、4人出てきたんですよ。なんか、4人ヒロインのようになんかね、ちゃんとね、カンナさんいるんですよね。うんうんと、他の女子たちもうなずいた。それくらいの変化なのだ。ミカサさんのイメチェンは。うん。自分の性格を変えたくてのイメチェンか。滝川くんはどう思う？お。そうだな。自分が変えたいって思うのなら、努力するのは良いことだと思うし、性格を変えるのは難しいことかもしれないけど。ですよね。なかなか変えたくても変わらないのが性格ですよね。もう少し前向きというか、明るくなりたいんですけど。ユキリン。あれ、なんだか、しょんぼりしてしまった。なんか地雷を踏んだのかな。でも、自分を変えるためにこれだけ努力できるのはすごいことだと思うよ。実際に行動できる人は少ないだろうから。お、いいこと言うじゃん、タッキー。そうだよ、ユキリン。すごいんだよ。うん。それでも自分の嫌な部分が出てきそうになったら、息を止める。息を止める？息を止める？深呼吸じゃなくて？あ、深呼吸。深呼吸して、落ち着く。はい、深呼吸ですね。はー。すげえ、深呼吸してる感あるね。はー。寝ちゃいそうです。なんで？なんで深呼吸したら眠くなっちゃうの？いっそ寝てしまうとか。でも、お友達の家でリラックスして寝ちゃうのとか、憧れます。それくらい仲良しな友達がいるってことですから。ということは、ミカサさんは仲のいい友達がいないのか。ああ。でも、そういうユキリン好きだけどな、私。え？今のユキリンも素敵だけど、前のユキリンも素敵だったよ。うじうじしてるなんて思ったこともなかった。へえ。ちゃんと認識してたのかな。どうなんですかね、カンナさん。そこら辺はちょっとよくわかんないけど、まあでもちゃんとこうカンナさんもういますよみたいなさ、ちゃんと先生にこうアピールしてたわけでしょ。あの滝川くんもそうだけど、だからカンナさんも一応気づいてはいたのか。カンナさん、俺もだからそんなに無理しなくてもいいんじゃないかな。ありがとうございます。あんまり深く考えるのは良くないと思う。そうそう、ありのままだよユキリン。私もありのまま生きてるし。そうか。あんたはありのまますぎるっつうか。そんな格好で王子様好きとか、どこまでありのままでチャレンジャーよ。王子様な、もう本当に王子様、ガチ王子様を目指してるのか何なのか、その比喩的な王子様なのか。やっぱり王子様よ、早く来い。ギャルカンナが待ち受ける。いやー、でもまあさすがに比喩的なんだろうけど、でもさ、カンナさんなんかこの感じ攻略できそうなんだけどな。あの例のシーンのさ、あのなんていうの、体験版にはなかったからね。そういうコスプレ大会みたい。ちょっと、王子様はコスプレじゃないからね。常に本当にそういう格好をした人だからね。ほう。生まれも育ちも職業も王子様ってこと？そうそう。ガチのやつじゃん。でもイギリス行けばいいんじゃないですかね。もうなんかワンチャンあるかもしれないよ。
普段からその格好ってただの変態じゃん。変態違う、ナチュラルボーン王子様だから。うん、いつものありのままの世継ぎだなんて思いながら、隣の席である恩恵を享受しながら休み時間を過ごした。そうだよな、だってこう近寄らなくてももう横で話してんだもんな。みんなミカサさんの席に集まってるから。通学は得意な方だから授業を聞いているのも割と楽しい。しかし授業終了のチャイムが鳴り、先生はさっさと退散して昼休みとなった。滝川は今日も購買か？お、ああ買いに行ってくるよ。先にみんなで食っててくれ。いつも昼飯を一緒に食べてる友人たちにそう伝えて、俺は教室を出た。パンを買うつもりだったけれど、酢豚弁当がかなりうま、美味しそうだったので、それうわー、それ酢豚弁当とかあんの？そ、羨ましいんだけど俺結構酢豚好きなんですけどね。いやー、そう、あのね、ちょっとライブの方でも言ったんだけど、あの玉ねぎ、あのね、あんにこう絡んだ、あの甘辛いあんに絡んだ、そう、酸っぱいね、甘じょっぱいあんに絡んだ、あの玉ねぎとタケノコね、あれがうまいんだよな。あ、先輩。おお、ミトさん先輩っていうのいいな。遠くに俺を見つけたミトちゃんが廊下を小走りで近づいてきた。俺考えてくれました？俺、ああ、忘れてましたね。朝からバタバタしてて。先輩にとって私のことなんてどうでもいいんですね。はあ、悲しい。ああ、ミトちゃんルートのフラグがミトちゃんはかなり可愛くて、もともと注目を浴びる存在だ。その上タウン情報誌のモデルなんてやってるものだから、この学園内でも相当有名だ。かっこ男子のまあいろんなネタについて有名ってことねまあまあそういうことでしょうね。そんな彼女がこんなセリフを言えば当然周りはざわめく。割と周りの注目を浴びてるから、それくらいで勘弁してもちろん冗談ですよ。冗談だと分かっていてもやっぱり少しは焦ってしまう。そんな彼女は書類の束を抱えていた。またなんか重いもの持ってんの？あ、これですか？学園アンケートの結果を集めてきました。いやー、でもなんかそういうの男子がさやんないの？なんかその学生会でもさ、こうなんていうの、そういうパワー系は男子がさ、まあ足で稼いだりこう重いもの持ったりするときは手伝うみたいな。結構あるね。でもこれ全部じゃないんですよ。最終的に全員分を集めますから、これから期末テストまでに集計するんです。いやー、今は11月の下旬だけれど、12月に入れば期末テストまではすぐだ。それが終わればクリスマスとほぼ同時に冬休みへ突入する。あー、じゃあ勉強会的な地位もありそうだね。それ運ぶのを手伝おうか。ありがとうございます。これくらいなら大丈夫です。ん、了解。集計作業とか頑張ってね。はい。あと先輩、東華先輩を知りませんか？連で連絡しても返事がなくて既読もつかないんです。特に見かけたりはしてないけど。また誰かの雑用を引き受けちゃって、どっかで何かしてるのかな。東華先輩ってそういうとこあるの？あ、はい。でもなんかさ、押し付けてみたいなこと言ってたよね、あの寝言だけど。突然ミトちゃんが憂鬱な表情になった。東華先輩って頼られたら何でも引き受けちゃうんです。うん、クラス委員長のお仕事も肩代わりしたりしますし、いっぱいいっぱいな時でも、あらあら構わないわよってすぐいい顔しちゃって。あー、今のよかったなんかちょっと待って、これお気に入りにしようこれちょっと3つ目のお気に入り結構ミトさんのお気に入りが増えそうだな。ますね、この調子だと。それはまた副会長や庶務、監査の先輩たちも受験やテスト勉強に集中したいからって東華先輩に引き継ぎとか全部任せちゃって。あー、ってことは東華先輩はなんかもう推薦とかで決まってるってことなのかな。東華先輩もニコニコしながら引き受けちゃって、
だからとっても心配なんです。私もお手伝いしたいんですけど。ミトちゃんには初期のお仕事があるもんね。そうなんです。あと東華先輩が強がって手伝わせてくれないってのもありますね。だから飲み物を買いに行くとかの雑用はできるだけ私がやるようにしてます。でもなかなか。いやーでもなんかな、そっか、まあミトちゃんもミトちゃんで、まあでもなんかあれだね、心配になっちゃうよね。そう考えると。いやそっかそっか、戻るわね。そういう事情が。私にはもっと頼ってくれてもいいのにな。ミトちゃんは雑誌モデルのお仕事もあるから気を使ってるのかもしれないな。そんなことで気を使わなくてもいいんです。もう俺が手伝えることなら助けになりたいな。せっかく仲良くなったのだし、そういう事情を知って放っておくのは落ち着かない。そんな悪いですよ。先輩だって友達付き合いとか、あと少ししたらテストだってありますし。でかさ、その右手がすげえ気になるな毎回。ちょっとね、毎回右手が気になる、このちょっとなんか中二病チックな感じ。ずっとねちょっと言わないでおいたんだけど、さっきのちょっと左目がグッてなった時もねそうだったんだけど、なんかすげえ中二病感を感じる。いやーそれがね、友達みんな彼女できちゃって付き合い悪くなっちゃったんだ。それで時間があるんだ。テスト勉強はぼちぼちやるよ。おえー、先輩余裕ですね。成績いい方なんですか？でかなんか驚くとき、なんか左目がブワってなるよね。左目っていうか、まあ、こっちから見ると右だけど、悪くはないと思うよ。素敵です。かっこいい。勉強教えてほしいくらいですよ。やっぱまあ高校ぐらいだともう勉強ができるイコールかっこいいぐらいだよな。え、でもミトちゃんは勉強できないんだろう。1年生のなら大体教えられるのかも。機会があったらお願いしますね。というわけで困ってたら学生会のことを手伝うよ。ありがとうございます。東華先輩喜びますよ絶対。もうナイトだからな。ミートちゃんも困ってたら気軽に呼んで。はい。お、ハートマーク。先輩それん。そしてミートちゃんは俺が手にしていた弁当箱に気づいた。アスブタ弁当。そっか、先輩って購買でお昼ご飯を買う派なんですね。そっかそっか。何ん、それがどうかしたの？なんでもありませんよ。では貴重なお昼休みにお邪魔しました。なんだ。何の見定めだったんだ。ミトちゃんはペコリと頭を下げて、おそらくは学生会室へ小走り気味の早歩きで向かっていった。お、夕方。短いホームルームが終わり、放課後になったのでさっさと帰ろうと廊下に出た。ん？屋上に誰かいる？屋上？普段は施錠されているはずの屋上に人影が一瞬だけ見えた。どういうこと？なんでこっから見えるの？え、でもわかるんだね。寒いし雪が積もっているし、誰かがいるとは思えないけど、今は確かに。まさか自殺？いやいや、そんなバカな。こんな平和な学園でそんなことはあるはず。暇だし、ちょっと行ってみるか。まあでもやっぱ、実シリーズは屋上がね、結構出てきますけど、今回も出てくるんだな。お、あ、なんかこの夕焼けの感じ、メルキス思い出す。ごめんね、なんか過去作のことばっか出して。楓先輩とね、こう話している時のその、夕方の感じ。屋上へ続く階段を登っていく。施錠されているはずのドアはノブを回すとわずかな音を響かせながらゆっくり開いた。おい、大丈夫か？あ、いや、てか寒そう。いや、めっちゃ寒そうだね。見てるだけでなんか寒そうなんだけど。設置された金網に向かって一人で立っている女子学生がいた。東華先輩だ。何してるんだろう。なんかでも、音が、すごいあれだね。風が吹いてるというよりは、なんか潮の流れがこう、満ち引きがこうある感じだね。この SE。自殺するような人じゃないと思うけど、
よし。もし金網を登り始めたら全力で止めに行くぞ。そう覚悟を決めてドアの隙間から様子を伺う。おお、これは大丈夫か？なるわな。そうなるわな。おお、どうしたんだろうな、いきなり。何でも私に任せるな！あれだ。俺が好きなパターンだ。こうよしよししてあげたい先輩タイプ。いやー、いいですね。もう一回。いろいろ抱えてんだな。少しは自分でやれお、なんかすごい金網に突き刺さってるみたいな感じになってる。でもまああれね、こう透けてんのな。なるほどなるほど。うわー、もうなんか踏みしめて、もう全身全霊って感じだね。いやこれでなんか教員の方気づかない？大丈夫か？期末テストが近づいてきてるからって、うん、引き継ぎとか雑務とか全部を私に押し付けて自分たちだけ塾通いだなんて。あー、これはもうあれだ、もう全部手伝ってあげたいな。じゃあもう10日さんルートに行くしかないな、これは。もうこうなったら私は推薦をもらってるからいいけれど、うん、普通は学生会長だって受験勉強で忙しいんだから。トーカ先輩がぶつくさと念仏を唱えるように文句を言い続けている。よほどの怨嗟が溜まっているのか全く止まる様子がない。本当にみんな都合がいいんだから。学生会室へ行った時、1年生のミトちゃんと受験勉強をする必要のない東華先輩だけだったのは、あ、そっか、する必要のない、え、それほど頭がいいっていうこと、え、その辺に理由があるのかもしれない。つぶやいてたらまた腹が立ってきた。うん、あー、もう私はお前たちの便利屋じゃない。いやー、でもそっか、まあそのなんだろう、心よく受け入れるけど、この表面的にはな、どっか心の叫びじゃないけどな、自分でやれよっていうな。もう2回目のあまりの大声に思わずビクッと体が反応してしまった。もうその拍子にドアが、ちょっと待って待って、もう一回やったわ、ごめん、ちょっと被っちゃったけど、その拍子にドアがガタンと当たって音が鳴ってしまった的なやつですか。東華先輩が熱っぽい息を吐くたびに宙へ消えていく。なんかエッチーな。すっきりした。じゃあ学生会室へ戻りますか。まずい、東華先輩がこっちへ来る。慌てて戻ろうとした時、ずるっと足が滑った。あ、そのせいでドアが全開になり、もうね、ここまでは、テンプレでございます。こちらへ、向かってきていた東華先輩と目が合った。あ、こんにちは。見られちゃった。いいね、戻るのね。いいね。いや、秘密にしてくれる？もちろん誰にも言いません。いやでも今のもエッチーな。というか覗き見しちゃってすみません。自殺でもしただと思って心配で。私が？屋上にいる人影を廊下から見てしまって、誰なのかはわからないままここに来ました。それでドアの隙間から覗いたら、東華先輩がこう叫んでたというか。
そっか、後輩くんは本当にいい人ね。たまに言われますけど。それじゃまた。トーカ先輩はあっさりと会話を終わらせて校舎へと戻っていった。寒っ、俺も戻るか。それから俺はまっすぐ昇降口へと向かい、帰路に着いた。いやー、いろいろあるんだな。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかなと思いますが、いやー、でも結構そういうね、まあでもよくあるパターンといいますか、でもあんな叫ぶレベルでね、屋上で叫んだら絶対誰か来るでしょうみたいな感じに思っちゃうけど、まあでもなるほどな、こう鬱憤をああいう感じで晴らしてるみたいな感じなんだね。なんか先輩の一面が見れたって。もうでもね、あれを見てしまったからにはね、まあ多分俺この冬木使ったら十日先輩ルートからやるわもうね、ああいう、こう、大人っぽい人が抱える、こう、悩み、うん、なんか、頼られてさ、こう、胸を借りてくるのはいいんだけど、なんか、いや、もうそれぐらい自分でやれよみたいなさ、なんかそういう、心の中に持ってる、ものみたいなのがね、あって、そういうのを抱えてる、やっぱ、人をね、こう、なんていうの、肩もみしたりさ、こう、支えになってあげたいなって思ってしまう、派閥なんで、俺は。いやいやいや、もうちょっとね、十日先輩ルート行くしかなくなっちゃいました。まあとりあえず、じゃあ、まあ選択肢がね、いつ出てくるかとか、まあまだわかんないんですけど。はい。とりあえず今回はここで終わりたいなと思います。それでは、以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。